フィムがここへ来たはずだ。ああ。どこへやった？彼女の望む場所へ。それがどこかと聞いているんです。分かっているはずだ。てめえ、よくそんな真似を。オーディンを出したんですね。フェンリル本部は我ら人類の最後の砦だ。大海乱に飲まれるわけにはいかない。行くぞ、外だ。真下へ。急いでいるんです。君たちへ。だそうだ。これはフィムからの手紙。我々にとって優先すべきはフェンリル本部の死守。したがって君が失敗した場合のために後方にオーディン部隊を配置している。仮に君が失敗すれば彼らを起動することになる。よろしく頼む。
自分と向き合う強さ、全てをかける強さ、気持ちを信じる強さ、みんなの強さと優しさがヒモを強くしたよ。乗り切ったのか。フィム、無事なの？聞こえますか皆さん。エイミ、どうした？大回覧の第一波は消滅ですが、第二波がそちらに向かっています。第二波？さっきので終わりじゃなかったのかよ。残念ながら彼女はここまでのようだ。総督、しかし最難関である第一波を防いだだけでも素晴らしい戦果だった。後方のオーディン部隊、前へ。待って、まさかまだ生きて。無茶よ、もうこれ以上は。フィム、もうやめて。嘘だろ。フィム、どうしちまった？君たちは下がれ。オーディン部隊、前へ。全機を持って暴走したオーディンを止めろ。待て！やるんだな。諦めてなるものか。目の前にいるんだもんな。ここで引いちゃダメだよな。あの中でフィムが待ってる。そうよね。私からもお願いです、総督。フィムを、家族を、これ以上引き裂かないでください。その痛み、あなたが一番よく知っているはずです。いるだ。しかし、もはや方法は、方法があろうとなかろうと関係ない。フィムが待っているのじゃ。わらわたちは諦めない。最後の最後まで行くぞ、みんな。フィムを救い出す。帰って全員揃ってパーティーをするのじゃ。家族みんなで。ああ、
下のオラクル細胞に変異発生、驚異的な防衛反応が出ています。どうすれば。Thank you.
報告を上げろ。前線からの通信が途絶えています。フィム、君が君たちがこれを。綺麗だね。ああ、優しい光だ。聞こえたな、みんなの声が。ああ、みんな生きることを望んでた。人も、ゴッドイーターも、エイジも、この海域すべてが。とんでもないこと
しちまったな。フィム、すごいね。ご褒美もらえる？うん、おいしいご飯たくさん作るね。あのね、フィムはもう赤ちゃんじゃないけどね、いっぱい頑張ったから抱っこしてほしいの。お母さん大好き。ああ、帰ろう。わらわたちの明日に。